は？世界中のところに行きたいな。エルフリーダ様。エルフリーダ様。エルフリーダ様。そろそろお時間です。今日もここにおいででしたか。うん、世界中のところへ行きたいなーって。今から少し行っちゃ。ダメ？残念ですが、エルフリーダ様。今日はこの後、塔に来られた方々への説法。そして、エルフリーダ様を頼って来られた方々への体の治療。その後はエルフリーダ様の定期検査があります。うん。でも、エルフリーダ様。明日の午前中は自由に過ごしてよいとのことです。そっか。じゃあ我慢するしかないですね。ほっほっほ。三日も経てば世界中の元へ行きたい、というのでな。エルフリーダ様の心境もある程度読める、というわけですぞ。皆さんとおしゃべりするのは大好きだし、今日もいい一日になるようお話ししてきます。いろいろありつついつもの力ですよね、エルフリーダ様。そうかもしれません。では、行ってきますね。もしやと思いますが、階段からお降りくださいませ。間違っても飛び降りるなどという、はしたない行為は。階段なんか使っていたら、きっと間に合いませんよ。エルフリーダ様。エルフリーダ様。うらぁ。エルフリーダ様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 。ここで光の魔法を使って、と。エンド、エゴの塔まで来られた信仰は次ごとびとよ、びとよ。我らユグドラシル教の守り神。エルフリーダ様をここにお呼びする。皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？このような遠い地にまで足を運んでくださり、ありがとうございます。疲れている方もいらっしゃると思いますが、皆さんにとって今日が良き日になればと願っております。さて今日は世界樹とマナの関係、そしてそのマナが人の生命力となる仕組みについてお話ししていこうと考えています。世界樹とマナの関係ですが、さっきも世界樹を眺めていたのですけど、その後ろに流れる雲が綿雨みたいでですね、美味しそうだなーって見ていたのです。おい、なんだ、今日のリゼちゃん、3分で話が脱線したぞ。おう、俺が知る限りの最速記録だな。でも、可愛いから許せちゃうんだよな。うん、オートジェ、絶大な人気者だものな。わざわざ会いに来るやつもいるとか。うん、結婚したい。お前、抜け駆けする気か。歯がかけるんじゃないか、ってほどびっくりしたんですよ。もう、この驚いた話を誰かにしたくてしたくて、それからそれから、あのですね、ベルちゃんの髪の毛が最近伸びてきてですね、すっごくふわふわなんです。I want to know everything, it's keep it true. シーナリンシハハタイ、キズリコウハイザーシャイ。俺の名前は、ジークベルト・ミュラー。海底トンネルを掘るのが、今の俺の仕事だ。なんでも、この海の真下に、交易用の道を作るらしい。よし、しっかり稼いでうまい飯を食うとするかね。爆薬と松明を、
一つのチェストに入れるってどうなのよ。あとは、食料とマグマ除けの水と、掘削に必要な道具を持って、と。石のツルハシと石のスコップか。忙しい忙しい。おお、来てくれたか。人手不足でな、猫の手も借りたかったところじゃよ。俺はどこを掘っていったらいいのだい。うむ、隣のくぼみを勢いよく頼む。工事が大幅に遅れていてな。我々は寝る時間を惜しんで作業を進めておるよ。ふ、俺に任せておけ。工事を推進、管理されている責任者がな、この地を治める、デッカーマン伯なのじゃよ。工事の遅れで、もう我々もヒヤヒヤものよ。よし、ではここは君に任せて我々は他の場所を掘っていこう。うむ、急がんと給料が支払われんしな。オーケー、しっかりやっておく。体を動かして労働に従事するって大切だよな。しかし、石のツルハシじゃ効率が悪いような。まあ俺の気合で、高速に掘っていくしかないな。壊れた。諸君、集合してくれ。ん？しかし、開始1時間でツルハシ壊れるってどうなのよ。おっさん、集合って何なんだい？デッカーマン伯の使いの方が来られてな。招集命令を出された。全員、奥の部屋に集まれとのことだ。ふむ。揃ったようだな。私はエッカーマン様から使わされた使者。私の言葉は、エッカーマン様の言葉と思いつくがいい。エッカーマン様は大変お嘆きであらせられる。それもこれも、海底トンネルの工事が遅れているせいである。どれだけ待てばいいんですか。と、エッカーマン様はおっしゃっている。このままでは給料が払いませんよ。とも、おっしゃられている。そんな、ご無体な。我々には町で待つ家族が。だったら、死ぬものふるいで掘り抜け。と、デッカーマン様はおっしゃられている。じゃったら、せめて鉄のツルハシを。そうじゃ、鉄のツルハシを支給してくだされ。余計な予算はありませんよ。と、デッカーマン様はおっしゃられている。あと、一週間だ。一週間で向こう岸まで掘り抜かねば、給料はないものと思え。デッカーマン様からのお言葉は以上だ。諸君、せいぜい無謀な工事に励むことだな。はっはっはっは。なんてことじゃ。やれやれ、大変なことになったようだ。せや、絶対大丈夫や。ほう、本当か。うちの探知魔法では、この先数百メートルは硬い石や。爆薬で効率よく掘削を進めていける、と。そうや、うちの魔法は今まで外れた試しがあらへん。しかしな、少々不安も残る。もう、これしか手立てはないんじゃないか。おう、ミュラー君もそう思うかね。この女の子がここまで真剣に言っているんだ。俺たち男がおじけづいていてどうする。それは、そうじゃが。石のツルハシで頑張れるのにも限界がある。あと、一週間なんだろう？残された時間は。後悔しないよう、やりきるのが人生ってものさ。俺はそう生きている奴が最高にかっこいいと思うがね。うむむ。そうじゃな。その通りじゃ。おっさん。わしは大切な何かを忘れていた気がする。今、ここで全力に並んでどうする。
町にいる家族のためにも、ここにいる仲間のためにも。わしは、わしにできる最善の決断をしよう。おじさん。現場主任。よし、そうと決まれば早速準備せ。これから忙しくなるぞ。おー。現場主任、これ、数多すぎぜ。なあに、このくらい一度に行った方がいいんぜ。そうぜ、勢いよく行かんとな。いやいやいや、それでも数多すぎでしょ、これ。何を今さらおじけづいておる。男は度胸、そうぜろ。おっさんら、急にポジティブすぎだろ。しのごのいるな、喧嘩するぞー。入る。まずい。これは水海水じゃこの場が浸水するぞ。今のもの逃げるのじゃ。やっぱり脇役が少し多かったんじゃ。少し魔法失敗してたみたいでへ。てなことが今日あってさ、もう参っちゃうよな。何やってるんすか、先輩。おかげで、今日のバイト代がゼロよ。はぁ、こっちは汗水流して情報を集めてた、っていうのに。いやいや、俺だって汗水流して労働してたよ。先輩の方が超面白そうじゃないすか。くぅ、そっち行けばよかった。どうして羨ましがられているのか。まあ、冗談はさておき。情報は。はい。やはり、噂は正しかったようです。この町では、定期的に女性が行方不明になっています。町の人の話では、神隠しにあっただの、若い男と駆け落ちしただの、と囁かれているようですが。ふーむ、その囁かれも、あり得るか。しかし、ここら一帯のマナの流れは異常値です。ハイランクのマジックアイテムを使った形跡ありかと。ふむ、人の仕業か。よし、アルフレイト、引き続きこの事件の、パチン。てめえ、何してくれるんじゃ。あ、すみません、お客様。ついうっかり、粗相を。粗相を、じゃねえぞ、なんじゃこりゃ。はい、当店自慢のじっくり、ごとごと煮込んだシチューでございます。超熱々じゃねえか、この野郎。はい、それが自慢の一品でして。ふざけやがって。もう我慢ならねえ。お前をボコボコに痛めつけてやる。そんな、私には大切なフィアンセが。くっくっく。そのフィアンセに二度と会えないようにしてやるぜ。待ちな。なんだ、てめえは。か弱げなお嬢さん一人に、男が二人がかりで何をしているのやら、かっこ悪いと思わんのかね。ふん、どうやらお前もボコボコにされたいらしいな。ボコボコのギッタギタにしてやるぜ。話し合いで解決する気はなしか。いいだろう、俺が相手になってやる。だが、俺は冒険者ギルドでも、シルバープレートを保持している。それ相応の覚悟を持ってもらおうか。隊長。シルバープレートといえば、クマをも一人で投げ倒せる、という実力の持ち主。なんだと。一筋縄ではいかないかと。ふん、我らがエッカーマン8歳下の者と知っての狼藉であろうな。この出来事はエッカーマン様にお伝えするからな。か弱げな女性に暴力を振るおうとしたことも、一緒に報告したらどうかね。く、覚えておれよ。大丈夫かい、お嬢さん。ありがとうございます。私のことお嬢さんだなんて、超嬉しい。あの二人組、お店の女の子にずっとセクハラしてたのよ。だから私が懲らしめようかと考えていたのだけど、あなたみたいな、たくましい人と出会えちゃうなんて。私、今夜はサービスしちゃうわよ。朝まで寝かせないんだから。アルフレイト、この人との一夜、お前に譲ろう。いや、無理っす。あら、そっちの子も男前ねえ。いいわ、二人とも相手してあげる。いやいやいや、いやいやいや。もう照れちゃって、可愛いんだから。さあ飲みましょう。
いやー、参った参った。もう、逃げ出すのにどれだけ苦労したと思ってるんすか。まさか、お嬢さんが男だと思いもしなかったからな。しかし、この地を統治するエッカーマン伯は、あまり良い人物ではないようだ。そうですね、兵士の横暴っぷりも目立ちます。アルフレイト、明日も引き続き、聞き込みを続行してくれ。エッカーマン伯の噂も合わせてな。了解す、先輩。さてと、俺は素振りでもしてこようかな。今日も剣の稽古すか。それより、口直しに可愛い子がいるお店にでも一緒にどうです。いや、今日は遠慮しておこう。俺みたいに才能のない奴はさ、毎日、継続して剣を振るわないと、すぐなまっちまうのさ。剣の才能がない、すか。ふふ、確かにそうかもしれないっすね。また明日な、アルフレイト。はい、先輩。すっかり真夜中になっちまったな。ん、こんな夜中に人？そこにはこの世界に不釣り合いと思えるほどのとても美しい女性が空を眺めていた。まるで今にも消えてしまいそうな。そう思えたのは、俺が少し酔っていたからかもしれない。私の名前は、トネリコ。あなたの名前は、